どれどれ、なんだろう。はい、よし。よし、行こうぜ。世界の仕組み、破壊の権化ですら失わせることのできないもの、思いや絆はどんな断りも超えてきっと力になる。それは暗闇の底でもがく井戸にだって届く。届けるために私たちはここにいる。だから私たちは絶対に諦めない。グランサイファーは暁の空を駆ける。悲しき破壊の竜を追って。コンセントレーション受け取りました。無血の封印術なんですが、ここから支援します。どうか井戸君を。封印術が有効なうちはオルタはその陣から大きく離れられないでしょう。できる限り持たせますが、時間との戦いになります。全ての力を出し切り勝ってください。これが本当の最終決戦ってやつね。行くよアルベス。行け、まだまだチャンスね。マハムート・オルタ、創生神をかたどった死銀の歌、破壊と再生をもたらし生命の進化を促す大いなる存在。神による破壊のサイクル、人が干渉するのは極めて愚かな行いかもしれません。それでも僕は空の人々の可能性を信じたい。世界は進化し、より良いものになっているのだと。人さんの痛み、悲しみ、少しの間だけど一緒にいたから知ってます。こんな終わり方は井戸さんが一番望まないはず。だからここだ。これで終わり。なんか調子出てきた。バハムートが何だってんだ。聞こえてねえなら今度はオイラが殴るぜ。
リリスの強行の最大の被害者で、破壊神を15年間その身に封印していた真の勇士です。そんな君をたった一人の人間をも救えないのであれば、僕は僕を呪うでしょう。星の民である僕、思いと絆の尊さを、新たな世界のありようを教えてくれた空の民に報いたい。進化の性質を持つ彼らがより美しい未来を築くための橋渡しとなりたい。それが僕の望みです。星の民の不始末は、同じ星の民である僕にも責がある。神の犠牲となった空の民たちを見捨てはしない。この強さ、やっぱり普通じゃないわ。こっちも何か強力な攻撃ができれば。なら任務は目をってな。ルリア、こっちもバハムートを呼べねえか。少し時間をください。少し静かに。今メタル、アルベ、主人の女たち、これだ。お姉さんに任せて。みんな気を引き締めていこう。了解、集中しよう。ここだ。もう一丁。終末の光、破局をもたらす神の声、神羅万象の断りを超越する力を持って、今この場で空の全てを破壊するつもりか。まだまだ、今さ、それがお前の望むことなのか。違うだろ。光の瞬間が止まった。しかしこれではまだ。やろう、ぶっ放してくるつもりだ。みんな私のところへ集まってください。みんなルリアの元へ。それ私がみんなを守ります。ルリアちゃんの。お願い、バハムート、答えて。神に対しだ。いいか。だがこれは、ボルタンを抑えます。その間にイヴァさんを。これはイド君そのものを核にして混迷していたのか。イド君の殺すなら人の身に破壊神を宿したいよ。したがって存在権の主従は未だイド君にある。であれば希望はあります。肉体が分離しているよ。イド君とオルタの霊的なつながりを立てれば。わかりました。了解した。からのここだ。まだまだ、いつまでいじけてんじゃねえぞイド。このまま世界を壊しちまったら、お前の心も気持ちも全部ストッパしたんだってことになるんだろ。カテリナさん、終わらせる。これが最用の技の極致からの、合わせ、うなれ、グレンのコラプション。このまま押し込む。了解だ。ただでは終わらせ。なんだと。これはオルタが存在権を塗り替えようとしている。神様まで井戸を利用しようってんのかよ。行け。
君の精神が飲まれていく。なんとかして引きずり出してください。ここだ、まだまだいいわよ。気力が変わってくれ。まっかりね。いけ、確かにな。それ、ぶっ飛べ。ここだ、まだまだ。やらな、いけ。インフィニットワンダー、やったか。せいっしょ、もう一丁。ない。オルタの支配を断ち切りつつある。もう少しです。よし、目覚まさせてやろうぜ、相棒。うん、リード、リード、リードさん、戻ってきて。リード君とオルタのつながりは完全には立てていない。しかし人の姿を取り戻した今が最後のチャンスです。俺はもう何が本当で何が嘘かわからない。諦めんじゃねえ。空のためにバカ力で何もかも守ろうとしてるのがお前だ。守り抜いて証明するんじゃなかったのかよ、自分の本当の気持ちってやつを。まだまだ、ここだ。心の中の思い、すべてが井戸さんなんです。こういうものでもない、本当の井戸さん自身。思い出して、井戸。この力で空もルリアもお前たちも。あの空間が開いた穴、そうか、オルタが本来存在している空間のゲート、核であり寄り代となる肉体を喪失したオルタはこちらの次元に定着し続けられない。ここが最終局面です。ああ、こいつを倒しリリスとの反省にケリをつける。お前は気に食わないだろうが、俺に与えた竜の力、せいぜい利用させてもらう。こんな状況だというのに、不思議よ。焦りを感じないもの。俺たちは歴戦の貴空師だからな。どんな困難も力を合わせてくぐり抜けてきた。いろんな人と出会って、いろんな敵と戦ってきたわね。もちろん、この空域だの。俺は感謝してるぜ、団長と。お前たちと空の旅ができていることによ。私も同じだ。空を守るため、私たちの旅はここで終わりません。やっちまおうぜ、相棒。頑張って、みんなで守る旅の続きだ。今、みんなのおかげ。
ラザール、やりました。オルタは核を失い、別次元の空間へと落ちていきました。なんとかなりましたね。世話をかけた。それじゃあグランサイファーに戻ろうぜ。まだだ。ご心配なく、すぐに戻ります。リー君、無事なのか？どこにいんだ？どこでしょう？とても遠く？おい、ふざけてる場合か？バハムートを封じ込めた空間、次元の狭間とでも言うべきかしら。でもこうして通信が届いているということは、いえ、残された時間はわずかでしょう。じきにこの通信も途切れてしまうかと。内側からゲートに干渉できないとは誤算でした。なんとかならないの？ああ、落ち着いて。まあそう心配しないでください。僕は便利屋ですよ。自分のトラブルくらいなんとかしてみせます。お任せあれ。ローランド、そうですね、僕が戻るまでの間、ホルタのみんなのこと少し気にかけてもらえると嬉しいです。こんな大変なことになってしまって、みんな不安に。ねえ、
ルカって、この空域で最初にたどり着いてローランさんと出会った町ですよね。償わなければ。お、母上の分も俺が。まあそう気負うもんじゃねえぞ。そうだ、君の力がなければどうなっていたか。井戸さんがみんなを助けてくれました。井戸さんはずっと世界が良くなると思って戦っていたのを私は知ってます。だから償うとかじゃなくって、大変なことはありましたけど空の世界はより良くなったと思いますよ。行ってみましょう、ポルカへ。だな。してねえって言っただろ。少なくともここの連中はな。雰囲気はエインステッド軍とフォルカに向かって全速前進だ。助けてくれました、ありがとう。ローランさんにもちゃんとお礼言わなくっちゃ。新たな空、ゼーガグランデ空域、そこで私たちはいくつもの絆に出会った。追いかけ続けた家族という願い、時とともに空へ抱いた温かな希望、そして失って手繰り寄せてもう一度つないだ私とルリアの大切な絆。この空の物語はまだ終わらない。あの人はきっと私たちを待ってくれているから。私たちの旅もまだまだ終われない。空の果て、約束の地、イスタルシアを目指して。
that wind whistled along. Why did you both cry when the sun said goodbye? Still you gaze by your love song, even as rain falls, proud of the stars. The world is beautiful, full of so many things.
一つ聞くが。教会に。あん、行っちまった。無愛想なところは変わらねえな。教会に向かってたのか。後で様子でも見に行ってやろうぜ。お、やる気だな。依頼達成だな。お、やる気だな。さあさあ、いらっしゃいいらっしゃい。モノミユさん、冷やかし大歓迎。新しい依頼か。ざっとこんなもんだぜ。いらっしゃいいらっしゃい。遠慮せずに見てってくれ。よし、やってやろうぜ。ざっとこんなもんだぜ。お、やる気だな。私がレフお父さんや。でもでもまだ何。僕はいつの間にかレフは地面を。私も私の両親彼と同じようちょっとだけこうしてる間もそこまで。ごめんなさい。何。あとはカルセダは彼女は昔鉱山で無策。カルセダはしかし時折一丁。俺は酒場を出空気はまだ太陽を背に。いつでも OK。シードホルム幽霊、影の手がかり。怖がるけれど、ここはそう言いかけたと。あれはおいおいおい、曲がつ影、募る疑問は多い。すごい敵、戦う以外なかった。こいつらが幽霊の正体だっていうの。楽しみなし。彼女の影っていうにはずいぶんおっかねえ感じだな。確かに違和感はあるわね。もう少し調べてみましょう。また来るわ。これでいいか。復旧作業どころじゃないのに。終わらせる。やめて。そんな癒しの力を。早く出てきやがった。どんだけ出てくるんだ。大胆に行きましょう。私に直接。やめられない。大したものだ。ええ、ここはもう安全そうね。奥に進んでみましょう。妙に近づくと消えてしまうという情報とも祖母があるように思えるのだけど。行くわ山田。カメラせやそこって言います。シンクのバラや。これはどう。もちろん戦った方がいいね。行きましょう。悪いわね。まだ奥から魔物の気配を感じるの。攻め時かしら。いや
中庭まで占拠されてるなんて感化できないわね。これはどう？貫け！一位戦士でいい。終わらせる。ありがとう。新人はいかん。こう待つ無限。それ咲かせるわ。近接攻撃が厄介ね。マゼッタは距離を取って戦うのが得意だろ。さようなら。なるべく離れといた方がいいんじゃねえか。真紅のバラよ、咲かせるわ。真紅のバラよ、咲かせるわ。源氏のごとく地面に潜るやつがいるぜ。見失わないように気をつけろ。真紅のバラよ、咲かせるわ。これはどう？大丈夫、ごめんなさい。潜した方がいいんじゃねえか。どこを見てるの？受けてみろ。私を満足させられ、あらてよ。まったくモテすぎるのも考えものね。真紅のバラ、次から次へとキリがないわね。この影の魔物は一体どこから？主人はおのれ、かわいい。素敵でしょう。これはどう？舞い散りなさい。真紅のバラよ、これはどう？真紅のバラよ、チャンスね。ここね、こいつね。どうやって出てきやがった？高さを見せつけんな。癒しの香り咲かせるわ。真紅のバラ、ごめんなさい。これはどう？今ので最後だったみたいね。咲かせるわ。おととい来やがれってんだ。あら、あそこに落ちているのは。いや、っこれは水晶片を、なんかそうだわ、魔物を寄せ付けない地。あの、何ですって？水晶片を握り込ん、聖少女エクスカリオンはシードホルム。それにこの城に幽霊少女に、ま、謎を解こうと踏み、はい、受けたまわります。調査は不利、そうしてけれどその少女は思わずハッとし、聖少女、このルリアちゃんが感じたという憂々、シードホルムにさ、ただあの子は、またのお越しを。取れ！
するであります。しますね。はい、受けたまわります。雪深いそんなある白銀に救助の期待などでですが、それは偶然颯爽と現れ勇ましくた。それはまさにあの日、そして心、それこそが、それからは栄光あるリュミエール聖騎士。そもそもハービンは体が小さく聖騎士団の団、しかし寮内自分が笑われるだけならば気にも留めません。聖騎士団の背が伸びると言わ、中にはあ、しかしそう思い悩んでいた。これは夢。そうしてに道中の魔物、自分はふもと、そこで団長殿のですが、自分が聖騎士団を抜け出してようやくたどり着く、この時ばかり、しかし自分道中助力してくれ、願いが叶うという。そうして自分聖騎士団の元部隊団員のブリジール殿やコーデリア殿も自分の正義の、そんな心、いつか団長、そんな日が来る。あれは自分やさぐれたの。どうしたの。自分が何見てんだ。自分に気づいた。その客は貴族で、一応俺も部隊長を任せられてると。彼はさらに続けます。威厳を保たねばね。気持ちはありがてえ。するとそこに、自分は直感的使いのものをよ。これはきっと買いこなしてみせましょされたし、まん、嘲笑う自分の直感、どんな事情が、自分は勇敢なる星旅の同胞たち。すると情報は確か、どうやら彼らは瓦解した阿鼻教団兵たち。サンペン殿は格逆無道には話に応じないのであれば手加減はできないのであります。んー、小虫が何か騒いでおるの。行け、タイユタールよ、すりつぶしてしまえ。やっ
仕掛ける。はっ、解放する。はっ、耐えるであります。怪我はない。丸いよね。慎重に戦った方がいいぜ。あとは頼む。合わせる。ナルメア殿、見事なものだ。カタリネさんこそ。立て直しましょう。助かってあります。気ができた。なかなかに良い暴れっぷりではないか。大枚をはたいた甲斐がある。そんな金があるなら情報量ぐらい払いやがれ。ああ、なに、よく引き止めんな。ここで決める。分かった。うまくいったな。まあね。この調子ね。力がみなぎるであります。行くであります。動いて。油断は禁物だ。わかりました。あれでね。ずいぶんと粘るじゃないか。だがまだまだ兵はたくさんおるぞ。何の苦しき。これが例の福祉か。とんでもねえ剣さばきだ。こりゃそれぞ栄光のリュミエル星剣技。そこらあれ。ぐんねんね。このままではいかん。情けないぞ。もっと強い奴はおらんのか。このまま押し切る。次はマジで行くわよ。頑張りましょう。何のこれまき。この末無限。いいぞ。時は満ちた。一位精神に前誇張図絶滅感。そこだ。まずいまずい。やめてもつれ。自慢のおもちゃがもうすぐスクラップになるぜ。止まれ。私も続くぞ。アイスカルネイル行くであります。ひらめけケイオンカイロン。さらに楽に引き出しましょう。押されているぞ。ケイオンケイオン。やっなんと見せたぜ。さすが。勝手にと買ったものに対し貴族の男は。ありがとう。自分が当然。俺は情報屋でこんな。どうやら清く携わ伝えると